そう。すぐに電話かけて。そう。大丈夫だった？大丈夫でしたよ。広島にいたんですけど、私も。広島も揺れましたね。結構長めに揺れて、めちゃくちゃ怖かった。電話つながった？いや、私さ、怖すぎて、しかも揺れが長かったんですよ。だからもう焦りすぎてやばいってなって、すぐにもうまだ揺れてたけど、すぐに電話したんですよ、お父さんに。そしたらお父さん電話出たんですけど、本当に2秒ぐらいで「それどころじゃない！」ブチって切られて、いや、まあそうだよなと思って、私も。で、そう、「それどころじゃないんだよ！」ってブチ もうバクバクで「え、大丈夫？」みたいになって。そう、でもちゃんとその後も連絡が来て、そう、大丈夫だよって。ありがとう。いや、まあそりゃそうだよなって感じですけど、いや、私ももう焦りすぎて、え、やばいやばいやばいってなって。ねえ、なんかあれですね、震源地愛媛で、なんかあの大きさの地震を結構なんか久しぶりっていうか、え、なんかそう、いろいろ今日ニュースでやってたけど、あんまない。あ、史上初なのか。怖いですね。なんか何かことごとくあるたびに南海トラフが来るんじゃないかってすごいさ言われるじゃないですか。だからさ、めっちゃ怖い。やばい、前髪が邪魔や。セルフでこう上げとこうかな。じゃじゃん。ありがとう。余震ね、そうですよね。余震が続く。してるかわいい、ありがとう。どうもありがとう。本当に気をつけないとですね。なんか大丈夫だった？ってお父さんに聞いたら、マグカップが1個割れたってだけ来てて、そう、あとはワンちゃんも元気だし大丈夫だよって連絡が来てたんですけど、でも無事だったみたいで。来ました。大丈夫ですよ。いや、すいません、ありがとうございます、心配していただいて。ありがとう。今日がさ、18日でしょ？明日が19日でしょ？明後日が20日だよ。やばいよ、もう。本当にすぐなんですけど、コンサートが。寺さんコンサート行きます？ありがとう。
ペンライト、あの黄色が光るようにしといてください。え、ちょっと聞いてくださいよ。ちょっとなんかあのさ、ドラさん3人でさ、爪の色をさ菜の花の色にしようってさ、コンサートが決まってさ、割と前から言ってたのも、そうで絶対黄色にしようねって言ってたんですよ。でもちょっと撮影っていうかいろいろあって、でそのコンサートの日にジェルネイルができないっていう話をしてたんですよ。ジェルネイルしてもそのもうすぐに、結構すぐにね、お仕事の関係でジェルネイル簡単に落とせないんで、ジェルネイルできないんだよねって話をしたんですよ。でそしたらうきちゃんが、私でもマニキュアで塗ろうと思ってたんですよ、こう市販で買ってきてね、1日で落とせるような。そうそしたらうきちゃんが昨日かな、やってきたよみたいな感じでネイルやってきたよって言って見せてくれたら、全然菜の花色じゃないじゃんってなって、で「え、菜の花色じゃなくない?」みたいな、「え、できないって言ったじゃん」みたいな言われて、「いやできない、ジェルはできないけどマニキュアで塗るよ」って、前日に塗るから、え知らないよってなってで「いやでも見て」ってなって、なんか金色が入ってるからって言われて、なんかちょっと爪に金色が入ってたんですよ、こうなんか若干ね。でいや菜の花は金色じゃありませんみたいな感じで言い合いになってでそう行き違い、いや本当にね。でなんでだよっていうのを言い合い、そう昨日したの。そうで喧嘩、そう思い違いっていうか、なんか勘違い、おしっかかった、ありがとう。でもめっちゃ可愛い爪してた。花柄にしたって言って、それ言ってきたの。なんか、いや花柄にしたからって言って、全然菜の花じゃないから、これは菜の花じゃありませんからねって、これは何の花ですかって、何の花じゃありませんからねって、もういい言い合いコンサート前に言い合い、そうなんです、そんなこともある。そう、私黄色にするの、いやでもなんかよく考えたら黄色ってなかなか衣装に合わせづらいんですよねっていうのはちょっと思い始めてきたなんかさ STU の衣装さ合わせづらいかな、まあ、黄色どうだろう、だからソラハが何色にするかにもよるわ。ありがとう。青系、いやでも青系も意外と合わんやついっぱいあるんや。タンポポ衣装なら、あ黄色やもんね。STU のさ黄色の衣装って言われたらさ、タンポポ衣装かフラワーの黄色の衣装くらいかな。青白多いよね、多い多い。あれもあるわ、夏のツアーで来た黄色もあるわ。
黄色に行くの？いや、心を黄色にしていく。もういいねかも。黄色にしていくかも。あ、金色にしていこうか。でも爪金色ってなかなかギラギラしてるな。私さ、今日レッスンしててさ、密かにちょっとうるうるした。泣いてないけど、なんか何とも言えない気持ちになる、いつもここ最近。泣いちゃった。泣いちゃってないよ。泣いちゃってないもんね。うん、明日が最後のレッスンです。当日ね、泣きたくないんだけどね。なんでかっていうと、カメコでドロドロの顔になってたらちょっと悲しい。うん、なんか綺麗な一筋の涙とかだったらいいけどさ、もうさ大号泣とかしたらさ、この辺が真っ黒になったらさ、どうしようとか思うしさ、メイクとかが落ちて。カメコありますよ。鼻から、え、なんかさ、涙が回したら鼻から出てきますよね。人間の体の構造上、こうここが回したら次ここから出てくる。あ、ダメ、我慢しちゃう。鼻から出すくらいなら目から出したい。ご褒美、え、どういうこと？え、鼻水？おやすみって言われる。おやすみ。チケットまだあったん？あったよ、実は。あと8枚あるからさ。そうなの、私の毎日記録は1週間ぐらい休まないと途切れないんですよ。そうなの、そうなんです。ちょっと昨日はお休みしてしまったんですけど、はい、ありがとうございます。おやすみなさい。会いたいよ、会いに来いよ。いつでも待ってますよ。また明日、また明日で、え、待って、もう 58？ え、
呼ぼう。スルメッコさん、よっちゃん五一さん、50代独身さん、きなぺこさん、ぽんちゃんさん、ガムシューさん、東京のソナさん、太郎くんさん、シーサーさん、くまねばばさん、ぽんたさん、くちゃんまるさん、ゆうくまさん、ありがとうございます。おやすみなさい。配信ありがとうございました。お疲れ様、ありがとう。皆さんお疲れ様です。明日はなんと金曜日です。花金、頑張りましょう。また明日も。おやすみなさい。おやすみなく口カサカサおやすみ、また明日です。ありがとうございました。配信を見てくださって皆さん、また明日、ありがとう。ギフト、おやすみ。うわおや、ラブ。